HKS 電子商品開発課の本田です。今回は GR ヤリスの新たなパワーアップアイテムパワーエディター R を紹介いたします。パワーエディター R はすでにご好評いただいているパワーエディターと同じくカプラーオンでパワーアップができるアイテムです。開発にあたってはこれまでタイムアタック活動や製品開発で培ったノウハウを生かしよりパワーアップが可能なよう設計しました。パワーエディターは圧力センサーに補正をかけることでブーストアップを行います。パワーエディター R はさらにエアフロセンサー、回転信号を使用しより細かい補正制御を行いパワーアップすることができます。配線加工が必要になりますが車速信号も入力することができます。各ギアごとの細かな制御が可能なためよりパワーアップすることが可能です。パワーエディターと同じくあらかじめブーストアップデータがインストールされていますので簡単にパワーアップを体感していただくことができます。次のグラフは4速ギアで車種ダイナモ計測を行い純正とパワーエディターパワーエディター R の3つで出力を比較したものです。パワーエディター R は純正との比較はもちろんのこと、パワーエディターと比較しても5500回転以上の高回転域でパワーが伸びていることがわかります。トルクのグラフを見ると特に車速信号を接続したパワーエディター R が低回転域で大きなアドバンテージを得ていることがわかります。車内試験ではパワーは最大で21馬力アップ、トルクは最大で4キロアップと大きなパフォーマンスアップを確認いたしました。パワーエディターでご好評いただいているイージーライターについてもパワーエディター R 専用ソフトをご用意いたしました。各チャンネルで3次元マップを使用した詳細なセッティングを行うことができます。走行時にリアルタイムのログを取ることができ、視覚的にも分かりやすいように開発いたしました。より簡単にいろいろなデータを試してみたい方のためにパワーエディター R サポーターという簡易書き換えアプリも開発中です。使い勝手の面ではディーラーで ECU のリプログラミングを受けてもお使いいただけますので安心して取り付けていただくことができます。パワーエディター R を取り付けた後でも復帰用コネクタを接続することでノーマル状態に戻すことが可能です。万一の対応やノーマルとのパワー比較なども行いやすいように設計しています。最後に GR ヤリス向けにリリースしているパワーアップメニューを改めてご紹介いたします。パワーエディターは最も手軽にパワーアップを楽しめるブーストアップアイテムでコストパフォーマンスに優れています。マスタリー ECU フェーズ2は ECU を書き換えるためやや時間がかかりますがパワーアップの幅がより大きくなります。同時にスピードリミッター変更が行える点もポイントです。パワーエディター R はパワーエディターの使いやすさをそのままにより細かな制御を行い大きなパワーアップを実現したアイテムです。これら3アイテムはそれぞれ特徴を持っています。皆様に合ったアイテムを吟味していただければと思います。カプラーオンながら大きなパワーアップを実現したパワーエディター R、 GR ヤリスのパフォーマンスアップの新たな選択肢としてどうぞご検討ください。